えー、こんにちはほうれん草ね確かに、ね、報告連絡相談すごく大事ですよね。幼い頃からそういうこと言われてきて。 ほうれん草ができる人ってあんまりいないいいなななんじゃないかなと思います、ねまあ私もその一人なんですけどね確かに六本木ヒルズの時代っていうのは私結構ね課題をしたら相談して課題をしたら報告してっていうのを繰り返してたと思いますしそれから月に1回ぐらいでしたかねあの六本木ヒルズの例の,あの自宅の方にね伺ってあの豪華なサンデリアのね部屋で色々とやってたような気がしまするんですあの時はね金が本当になかったんですよでも私ねあの介護の仕事を週に2回入ってたんで あの往復の料費はなんとかあったんですよ、ね、ただ、ただですよ、日帰りじゃないと宿泊費がなかったことと、宿泊、仮にできたとしても、その後のね、夕食会とかに払う3000円とかがなかったんですよ、3000か5000か分かりませんけども、だから往復のチケットで、確かね、3万500円ぐらいだったと思うんですよね、3万円ぐらいだったと思うんですけど、その3万円がやっとで、4万円はなかったんですよ。だから行って帰るじゃないですか、帰り数百円っていうレベルでしたね。 1>, 1ヶ月介護の報酬がねだいたいその当時っていうのは週に1回から2回だったんで3万円ちょっとだったと思うんでね、うん、で他の支払いもあるんですけども全部支払いはせずに、まあ、あの旅費を新幹線往復代を払っていったような気がしますねさあそれでねほうれん草なんですけどもこのほうれん草ができてない人ってのは、あのはまあそもそもねほうれん草するネタいわゆる行動してないからそれ恥ずかしくってできないっていうところが多いんだと思うんですよ で、行動してないからほうれん草できないつまり改善とか進歩がないってことなんですよね改善や進歩がないと萎縮効果が出て、まあ、次になんかねもう一回やろうかなと思ってもなかなかそのね伸び伸びになってしまって結局また行動してないっていうことがあってでまた報告連絡相談できないっていうこのねよくないループに入っちゃうんですよね、うん、で報告連絡相談ができるとそれはねコンサルの先生っていうのは100%解決してくれるんですよ 報告、連絡、相談すると、いわゆる困ったこと、できないこと、行き詰まったこと、これがですね、すべて改善するんで、解決して、進歩する、進化する、稼げるようになっていくってことなんですよね。で、大事なのがね、あの、ほうれん草って、何もね、でかいことをやりましたみたいなことをやらなくてもいいんですよ。小さな行動による小さな変化でいいわけなんですよね。もう、今回は、本当にこれだけなんですけど、一件だけなんですけども、こういうことをやって、あのこうなりましたとかね。 3人の方にお話して全員断られたんだけども3人の方にお会いしてお話しすることができましたでもいいんですよでそうすることによってどんな内容を話したのってどこら辺で断られちゃったのっていうようなこう相談ねアドバイスが入るわけですよねそれがまた一歩進むわけなんですよアポイントメントの取り方が悪かったのかそもそも最初っから信頼関係の薄い人を形だけ呼んでしまったのか そうするとやっぱり人間関係を詰めるところから始めていきましょうみたいなことになってきたりとか、それからね、あのこう会える人数が少なかったとか、アクセスが集まってないとか、うんまあ、他にもいろいろあるんですけどもあ、サイトが作れてなかったとかね、じゃあなんでサイト作れなかったのって言ったらスキルがないからなのか、それとも時間がなかったのか、意欲がなかったのか、記事、ネタがなかったのか、どこに問題があるのかってことが分かるんで、だから一歩進むわけなんですよね。報告、報告、連絡相談って非常に大事でですね。 あの行動の結果うまくいかなかったという実績なんですよこれはうまくいかなかったという実績をお知らせすることによってまあごやんってなってますけどねどこが悪かったのかを一緒に見つけていく作業なんですよねうん報告連絡相談いいじゃないですかじゃあね私からねチャーシュー麺をお送りしましょうかチャーシュー麺あで吉田さん今ねすごくねあの学びのあるコメントを頂い,いたんですよあの私の動画に対して小銭稼ぎをするなというね すごいですねもっとでかい金を稼げってことなんですかねそしたら私もっと忙しくなっちゃうんでね私は小銭で十分かなと思うんですけども小銭を軽んじる人って大銭稼げないことないですかねどうですかね、うん、やっぱり500円1000円ってものを大切にできるからこそそれがねあの100万1000万に繋がっていくと思うんですよ、うん、やっぱ小銭すごく大事だと思うんですよね そそれこそ1円の取りこぼしもないようにやっていかないといけないですしその1円っていうのは誰かが生み出した1円それをありがたく頂戴するこれを小銭稼ぎだから軽んじるっていうこととか私はまあずっとないかなと思います、まあ、商売人としてはねビジネスマンとしてはどんな小さな金額も魂や命がこもっているっていうところこれはね変わらないと思うんですよ、まあ、ですんでね気軽に使えるお金っていうのはないかなと思いますし湯水のごとく使えるお金っていうのも私はちょっと知らないですね どんな一円にもきちんとですね、えー、大切にするべき魂がこもってると思いますし、その自分が使ったお金っていうのは誰かが受け取って、またその方が誰かに使っていくっていうふうな形で、ずっとね、命と命をリレーしてるものだと思うんですよ、お金っていうのは。多分、この日本で住んでる限り、お金に関心がない方とか、お金がいらないよって方とか、お金もうくれなくてもいいよとかね、そんな方はあんまりいないと思うんですよ。う相当裕福でない限りね。もしくはクレジットカードオンリーのキャッシュレス決済の方以外はね。 うん、だからやっぱりねこの小銭稼ぎっていうのはねなんか人をバカにする言葉ではあると思うんですけどもいやでも同時にすごくね大切にしなければならない言葉だなと小銭稼ぎするないやむしろ小銭稼ぎをしろとね小銭稼ぎをあなたはしてないから大銭が稼げないんだなっていうところと今回のほうれん草小さな行動による小さな変化を報告すること小さな金額を稼げたからそれをねやっぱりこう大切なことですよ おにぎぎりり1 1 100 100個個をね、円円で売売まましした。た。って稼ビジネス万歳ですよ、うん、そういうのがすごく大切な一歩なんじゃないかなと思いますし私の網戸をね500円でやりましょうかっていうところから始めて実際蓋を開けてみたらね2万5,000円ぐらいもらえたみたいなことがあるんで500円という突破口から2万5,000円を生むってこともね十分ビジネスにはあると思いますしそもそもその無料オファーとかね、えー、アップセルとかダウンセルとか。 バックエンドとか、これ全部、その最初の小さな5円ね100円で売った商品とか1000円で売った商品とかは大切にするから10万、50万みたいなところに繋がっていくと思うんですようんだからすごく小銭稼ぎって大事で小銭すら払ってもらえない、稼げない人はどうすればいいんでしょうか、みたいなねことになってきますんでねこれからも小銭稼ぎ、しっかりとね大切にしていこうかと思いますじゃあ、小銭稼ぎでよろしくお願いします